アテネ公国、アテネ公国は、第四回十字軍による東ローマ帝国の占領後に建国された十字軍国家の一つであり、アッティカ及びボイオティアを領土としていた。15世紀にオスマン帝国に併合されるまで存続していた。最初にアテネ公爵となったのは、第四回十字軍において、ブルゴーニ白軍の騎手を務めていたオトンドラ・ロッシュである。 1205年にオトンがアテネ公国を建国すると彼はアテネ公爵と呼ばれるようになり1260年に初めて公式な爵位となったこの頃のアテネ公爵の地位はテーベ公爵のように一地方の公爵に過ぎなかったためオトン自身ではアテネ教と称したギリシャ人はオトンをメガスキュリス偉大な教と呼ぶようになりフランスではそれを略した メガスキュルとして呼ばれるようになった。アテネ公国は初めはテッサロニキ王国に従属していたが、1224年にテッサロニキがエピロス先生公国のテオドロス一世、コムネノスドゥーカスに占領されるとアカイア公国の風神になった。その後アテネ公国はアッティカ半島を統一し、テッサロニキ王国やエピロス先生公国との間の国境が確定していない。 テッサリア地方の一部まで領地を拡大した。エーゲ海の島は、ベネツィア共和国領であったために獲得できなかったが、ネグロポンテ公国への影響は強まった。アテネ公国は、ラロッシュ家によって支配され続け、1308年に、ブリエンヌ家のゴーティエ五世が継承した。ゴーティエ五世は、東ローマ帝国の後継国家である、エピロス国や再興した東ローマミカドと、 戦うために、アルモガバルスからなる傭兵集団を雇い入れて、カタルーニャ傭兵団とし、ら構成されていたを雇った。しかし、1311年に、ゴーティエ5世が傭兵を暴殺しようとしたことが発覚。アルミュロスの戦いで、ゴーティエ5世は殺された。その後、広告では、カタルーニャ語が公用語となり、法律もカタルーニャのものに置き換えられた。 ゴーティ併5世の息子のゴーティ併6世は、自身が支持されたアルゴスとナフプリオの支配権のみ取り戻すことができた。1318年と1319年に、カタルーニャ人のアテネ公国は、シデロカストロンとテッサリア南部を征服し、ネオパトラス公国を建国した。しかし、テッサリア南部は1337年に、セルビア王国に占領された。 1379年に、名目上のラテン帝国皇帝、ジャック・デ・ボーが雇ったナバラ傭兵団が、テーベとネオパトラス公国の一部を征服したが、カタルーニャ人、アラゴン人のアテネ公国は、ネオパトラス国の他の地域とアッティカ地方を奉仕し続けた。1381年から1388年までは、アラゴン連合王国によって支配され続け、 その後フィレンツェのアッチャイオーリケが買収した。1390年にはネオパトラス公国を併合した。1395年から1402年までアテネ公国はベネツィア共和国の支配下となった。1444年にモレアス先生公領のコンスタンティノスパレオロゴスに従属し、1453年のコンスタンティノープル陥落の後の1456年に オスマン帝国のメフメト二世によって、アテネ公国は征服された。しかし、その後もアラゴン王国内において、アテネネオパトラス公称号は使われ続け、スペイン王国の成立後も現在に至るまで使用され、続けている。アテネは、フランス人に支配されて以降、コンスタンティノポリス総大司教下の大司教が置かれた。当時アテネは重要な都市ではなく、 東ローマ帝国で二十八番目の序列であった。それでも有名な聖職者であるミカエル・コニアテスを排出していた。それまでアテネには聖教会の不死教座が置かれており、ユーリッポス、ダウリア、コロネア、アンドロス、オレオス、スキュルス、カリストス、ポルトムス、アウロン、シュラセリフス、セオス・テルミエの十一の属主教が廃下にあった。教皇インケンテウス三世は、 初代アテネ大司教のベラルドを通じて教会組織を統治した。天礼はパリ大司教のものを輸入したが、遠く離れたアテネの地に望んで赴くものはわずかであった。そんな中、教養のあるカタルーニャ人であったアントニオ・バレステルは大司教として大きな役割を果たした。生信女アテニオティッサに捧げられた聖教会の教会であったパルテノン神殿は、 ローマカトリックの聖母、マリアのための教会となった。聖教会は、ラテン諸国の認可を得ることができないために、地下組織として存続した。そのため、聖教会が正当でないとされていた12世紀の間は、ギリシャ人聖職者がほとんど書物を記すことはな、教育も著しく悪化した。ブルゴーニ博領、フランシイコールコンテに起源を持つ、であったラロシケは、 アテネを、プラトンやアリストテレス時代の古代の町から中世、ヨーロッパの町に変貌させた。ダロッシュ家は、後に支配した、ブリエンヌ家のように、フランスに戻らず、アッティカ東部に居住したため、加盟が時代を経て変化した。ダロッシュの名は、ロシス、ロサス、ロカスとなり、内乱を経て、最終的には、パバシレイウとなった。現在でもパバシレイウ家は、 ラロッシケが居住したアッティカ東部の大部分を所有している。アテネ人議会は議員二世の後継者としてゴーティエ五世を選出したが、カタルーニャ人との戦いに負けて退位させられたために、知性は短期間である。また、ゴーティエ五世の妻も短い間統治した。ブリエンヌケはアテネ公国の地位を主張し続けたが、アルゴスとナフプリオを支配するに留められた。 アテネ公国はカタルーニャ傭兵団に支配され、ウルゴーニュ人公爵の死後はアラゴン連合王国が相続した。カタルーニャ人はシチリア王がアテネ公国の支配を兼ねるべきだという認識を持ってたが、この認識はそれ以後受け継がれた。現代においてもスペインオーフアンカルロス一世はその世襲称号の中にアテネ公及びネオパトラス公を含めている。 1381年から1388年までは、アラゴン王国から派遣された、総代理、国王の大官が統治した。カタルーニャ人の支配の後は、フィレンツェのアッチャイ王リ家が、ナバラ傭兵団の援助により統治した。ネリオ一世の遺言により、アテネ公国とその町は、ベネツヤ共和国のものとなったが、やがてアッチャイ王リ家に奪回され、 オスマン帝国による征服まで続いた。楽しくご覧になりましたら購読と良いです。クリックしてください。